暑いです。暑い。スイスは涼しかったですか？涼しかったっすね。ちょっと寒いぐらいです。湿気ないんで、多分そんなに気持ちいいぐらいの暑さだと思います。いつも通りっす、全然。まあ帰ってきてすぐ静岡遊び来てるんで、レオンとかゴリとかには合ってる。キクとか。まあポジションもどうなるか分かんないですし、まあ与えられたところで、まあ向こうでやってたようにもできればいいなと思いますし、まあ合わせないといけない部分もあると思う。まあ、うまくアジャストして入っていけたらいいかなと思いますけど、まあ、試合出れればまだ時間あるんで、まあ、試合いろいろ見たり、まあ、練習やっていく中で少しずつ合わせていけたらなと思います。あ、見れてなかったんで、その練習とかぶったりして、なんで、あと朝早かったりするんで、時差で。あんま見れてないですけど、まあ、こっち帰ってきて何試合、2、3試合見たんですけど、自分が合わせないといけないところと、まあ、全部こう合わせにいっちゃうとまたおかしくなっちゃうと思うんで、自分の良さは消えないようにうまくやりたいなと思います。内緒です、内緒です。デビュー戦までのお楽しみみたいな感じですか？いや、わかんないんだよ、言っても。あ、ほんと些細なことがあって、まあでもそういうのがね、後々大事になってきたりするんで、まあそれが自分の良さでもあるんで、企業秘密ってこと。気持ち的な面で、まあちょっと考え方変わったなとかはあるんですけど、まああと体重4キロぐらい増えたって、それぐらいですね。やっぱ結構半年で4キロって結構、まあ自分細い子だったんで、あんまりでも筋トレもやってないですけど、そのガツガツ、うん、重くならないような種目とセット数を自分で考えてやってました。あとはもう下が緩いんで勝手に下半身がついてくるんで、だから、まあ、これといってこう劇的に変わるってのはやっぱサッカー選手難しいんで、まあ、考え方、捉え方と、まあ、ちょっと体重が増えたくらいですね。変わったな。俺はそうですね、2ヶ月ぐらい、1ヶ月半か2ヶ月ぐらい怪我でやってないんで、向こうでも、まあ自分でやらなくちゃいけない時間も多かったし、まあそこはやっぱり外人とね、同じことをやったら体に合わないんで、それでも負けないようにうまく作っていかなくちゃいけないんで、まあ自分の体を相談しながらうまくやってましたけど、まあ、自分のチームあんまり人が多くなかったんで、まあそうですね、どっちかといったらリハビリなりなんなりはついてもらうけど、筋トレとかはもう自分からもうつけないでやりたかったんで、一人で向こうのやつらと同じようにやったら重くなっちゃうんで、自分は特にそこは事情を説明して、まあ、自分で考えたやつをやってました。筋トレに関してはあんまり聞いたことないですね。自分走りに関してもそうだし、筋トレも最初はこうなんか
強そうな人とか見つけて一緒に筋トレやったりしましたけど、合わなくてすっかりやめたし、国内でいた時、そうそうそう、まあトレーナーとかもいろいろ相談しながらやってましたけど、うん、結局やっぱ自分でこう自分の体調をその日の体調に合わせてやった方が一番いいなと思ったんで、まあ、自分はそういう形を取ってやってるし、スプリントとかのトレーニングに関してもほとんど高校の時足遅かったんで、入ってきた時そこからちょっとずつ独学でトレーニングしてたんで、あんまり、まあ、参考にするようなどういうメニューがあるのかっていうのは聞いてましたよ。今も独学でやってます。最近はでもやっぱそれに関してはつけようかなと思ってますけど、つけようかなっていうか一回ちょっとそっち専門の人に聞こうかな、この以上伸びないな自分でやってもって思いました。かなり伸びたっすけど、めっちゃ足遅かったんで短距離ここまでの限界は自分でやるの、あとは聞いてやるかなっていうのもあるっすね。スピードで負けることになったっすね。置いてかれたり、向こうみんな速いんで、まあ、日本にいる時より、日本にいた時は、まあ、言い方悪いですけどちょっとポジションずれててもポジションがこう良くないポジションを取っちゃってた時でも追いつけちゃったりとかするんで、あれですけど向こうはもう遅い人がいないんで、ブランチとかでも早いんで、だからもうちょっとでも気抜いたら置いてかれるし、まあ、そういう面で言ったら、まあ、ちゃんと準備してスタートを切れれば置いてかれはしないですけど、まあ、負けないし先にボール触れたりっていうのもありましたけど、まあ、ちょっとでも気抜くと置いてかれるんで、まあ、そういうあの準備のところとか、まあ、今更って感じですけど、あの、まあ、ポジション取りはいい方だとは思ってましたけど、やっぱまだまだ向こう行って自分より能力の高いやつだとやるとやっぱもうちょい修正は必要かなっていうのは感じました。そうっすね、世にいるままだったら、ね、自分の中ではこう、まあ、もちろん悪くないポジション取りなんだろうけど、それでも足りないよっていうのを知れてよかったかなと思いますよ、うん、サッカー面も、サッカーに対するなんか考え方とかそうですか、まあ、捉え方というかあんま深くは考えない方がいいかなっては思いました。自分のみたいなタイプはね、あんまり気負いすぎても良くないし、ちょっとこう力抜いて入るぐらいがちょうどいいかなっていう感じがしてますけど、まあ、細かく言ったらもっとあるんですけど、大枠で言えばサッカー面で言えばそんな感じだし、なんかそう思うきっかけがあったんですか？まあありましたけど、内緒です。まあまあそのね、行ったやつにしかわからない特権もやっぱ取っときたいんで。内緒。内緒です。いやそういうところを今こっちに若手とかに還元してほしいけど。いやいや本当に、まあそういうのはまあ、そうですね。まあ自分の財産。まあ気持ちのね、捉え方とかこう。まあ、自分のに合ったやっぱメンタルの作り方で試合作って試合に入るのはすごい大事だなと、ここに来て向こう行って思ったっす。あんまりなんか今までメンタル聞いてもパッと来なかったっすけど、意外に大事だなと感じました。いやまあチームどうのこうのとかその
まあ、ないと思うんですけどね。その海外で一人にいる時間もなかったし、同じ、ね、チームに日本人いるとはいえ、ずっと一緒にいるわけじゃないんで、まあ、そこで一人になれたのは良かったなと思いますけどね。だから行ったことに後悔はしないし、なんなら怪我して良かったなと思ってますけど。かかとも、はい、海外でリハビリするっていう経験が、まあ、それもあるし、まあ、復帰後のなんていうんですかね、気持ちの作り方とか入り方で、まあ、また見える景色が全然違うっていうのをこう感じれたんで、支援の流れとかプレッシャーのかかり具合とか、まあいろいろなものがこう今まで見たことないぐらい見えるようになってたんで、まあでもこれは気を引きます。それだけ、まあ、サッカー見えてのなんか見方とか変わったってことですね。何かが教えてくれない何かがあって、それは後々深掘りしていきます。遠慮してみます。いや、まだまだ一緒にやってないんで、やっていかないと分かんないところもありますし、今日合流したばっかり、それはこれから一緒にやっていって分かることも今はちょっと何とも言えないですけど、しゃべりましたよね、秋葉さんと。しゃべりましたよ。どんな印象ですか？元気でした。自分とは真逆ではないですけど、すごい元気な人だなって思いました。それに負けじと、もうちょい明るく頑張ります、今年は。もう半分以上終わってますけど、マジで昇格内にやっぱチームを持っていきたいなと思いますし、まあ、それはみんな持ってることだと思いますけど、G1 に、G1 でサッカーはね、選手としてはやってナンバーと思うんで、まあ、清水がね、またそこに戻れるように、まあ、自分は最善の努力をしたいなと思いますし、まあ、ここからね、またみんなで気合い上げていかないと、まだまだ厳しい上位対決もあるし、ポイント差もね、そんなに簡単にひっくり返せるようなポイントすればないんで、うん、エンジン全開で頑張っていきたいなと思います。そうですね、落ちた落としてしまったメンバーに名前があるわけで、そこは選手としては責任を感じないといけないところだと思いますし、まあ帰ってきたんで、そこはしっかり、元いた場所に戻れるように自分のできることはちゃんとやりたいなと思います。改めましてパラテレビです。J1 昇格のために最善を尽くして頑張ります。共に戦いましょう。